皆様こんにちは。国府福音教会の丸本博史です。新年の2日目になりましたけれども、良いお正月を過ごしておられるでしょうか。今日もヨハネの福音書から学んでいきたいと思います。本日の箇所はヨハネの福音書1章の9節から18節までです。タイトルは恵みの上にさらに恵みを受ける神の子の特権です。ヨハネの福音書1章9節から18節。すべての人を照らすその誠の光が世に来ようとしていた。この方は元から世におられ、世はこの方によって作られたのに、世はこの方を知らなかった。この方はご自分の国に来られたのに、ご自分の民は受け入れなかった。しかし、この方を受け入れた人々、すなわち、その名を信じた人々には、神の子供とされる特権をお与えになった。この人々は、血によってではなく、肉の欲求や人の意欲によってでもなく、ただ、神によって生まれたのである。言葉は人となって私たちの間に住まわれた。私たちはこの方の栄光を見た。父の身元から来られた独り子としての栄光である。この方は恵みと誠に満ちておられた。ヨハネはこの方について証言し、叫んで言った。私の後から来る方は、私に勝る方である。私より先におられたからであると、私が言ったのは、この方のことです。私たちは皆、この方の満ち満ちた豊かさの中から、恵みの上にさらに恵みを受けたのである。というのは、律法はモーセによって与えられ、恵みと誠はイエス・キリストによって実現したからである。未だかつて神を見た者はいない。父の懐におられる一人子の神が、神を解き明かされたのである。ヨハネの一章九節。すべての人を照らすその誠の光が世に来ようとしていた。この言葉はイエス様がまさに地上に誕生するということを表しています。イエス様が光であるということは昨日述べました。そしてその光の特徴というのがここに書かれています。それはすべての人を照らすという言葉です。それまでユダヤ人たちは救い主を待ち望んでいたんですけれども、まだその理解というのは不十分でした。彼らは救い主というのは当時ローマ帝国に支配されていたユダヤ人を政治的に解放してくれる、そういう人物だと考えていたんですね。またユダヤ人たちは自分たちは神に選ばれた国民であるので、自分たち以外の国民、つまり異邦人は救われないとこう考えていました。しかしヨハネの福音書はその序文において非常に大胆なことを語っています。つまり
すべての人を照らすというのは、人種もまた国籍も性別も年齢も職業も一切関係なく、どの人でも救われるということです。まあ、この言葉こそイエス様の救いというものを一言で端的に表している言葉ではないでしょうか。しかし続く一章の10節と11節を見ますと、イエス様が人々に拒絶されるということを表しています。確かにイエス様は人々に拒絶され十字架にかけられました。最初にイエス様が宣教を開始された時、多くの人々は熱狂的にイエス様を迎えたんです。しかし今も昔もそうなんですけれども、大衆の心というのは変わりやすいものです。最後には多くの人々はパリサイ人たちに扇動させられて、イエス様を十字架につけろとこう叫んでしまったんです。いわばこの十字架というのは裏切りと失望と敗北の象徴でもあったわけです。しかし次の12節で逆転が起こるんですね。しかしこの方を受け入れた人々、すなわちその名を信じた人々には神の子供とされる特権をお与えになった。ここに十字架の本当の意味が表されています。イエス・キリストを受け入れ信じた者は神の子とされる、つまり永遠の命が与えられるということです。ここで大事なことがあります。イエス様は確かにすべての人を照らす光となってくださいました。しかし私たちの側でもすることが一つ残っているんですね。それはイエス・キリストを個人的に受け入れるということです。そのことによって初めて私たちはその誠の光によって照らされた人生を歩むことができます。これを新しく生まれ変わる新生と呼びます。それはただ神によって生まれることであるのです。一章十四節に、言葉は人となって私たちの間に住まわれたとあります。ここでもう一度ロゴスという言葉が使われています。ロゴスであるイエス様は人となって私たちの間に住んでくださったんです。何のためにでしょうか。もちろん一つは私たちを救うためです。そしてもう一つ、それは人が神の栄光を見ることのできるため、また人が神の恵みを受け取るため、そして人が神ご自身を見ることのできるためでありました。私たちはこの方の栄光を見たとあります。人間というのは普通、神の栄光を見ることはできないんです。しかし人となられたイエス様を見ることによって、私たちは神の栄光を見ることができます。一章十六節、恵みの上にさらに恵みを受けた。イエス様が来られて、それまでの律法の時代は終わり、恵みの時代になりました。恵みとは何でしょうか。それは何の働きもないものが信じるだけで義と認められることです。最後にイエス様が地上に来られたことによって人が神を見ることができたのです。一章の十八節、
未だかつて神を見た者はいない。父の懐におられる一人子の神が神を解き明かされたのである。イエス様ご自身だけが神そのものを表されたお方です。この方を見た者は神を見た。そのお方が人の中に住まわってくださったのです。現在の私たちもそのままでは神を見ることはできません。しかし人となってくださったイエス様を信じることで、私たちは神と親しい関係を持つことができるようになります。人となられた神が今私たちの中にいてくださるのです。私たちはイエス・キリストによって今恵みの時代に生きています。それは私たちの働きでなく信仰によって与えられる恵みです。私たちもいつもこの恵みの中に生きていきたいとそう思わされます。一言お祈りいたします。天の父なる神様、感謝いたします。イエス様によって私たちは今恵みの中を生かされています。そして人となって来られたイエス様、あなたが私たちのただ中におられることを感謝します。どうぞ、この一年間も私たちは恵みから離れることなく、恵みから外れることなく、生かされていきますようにお祈りします。この番組を見ておられるお一人お一人の上に、神様の恵みがこれからも豊かに、またますます増し加わっていきますようにお祈りいたします。私たちの主イエス・キリストの御名によって感謝して御前にお祈りいたします。アーメン。